積極的リアルナンパチャレンジということで、すいません東京から来てるんです。すごいタイプだったんで、あの土手焼き汚れたかったんですけど。あ、チャリのお姉さん、すいません、すいません東京から来たんですけど、タイプなんで LINE だけダメですかね。今度東京から遊びに来た時に美味しいたこ焼きごちそうしようと思ったんですけど、 LINE だけダメですかね。いや、すごいお綺麗なんで、次回来た時にあの全力で串カツで口説きたいんで、 LINE だけダメですかね。すいません、いや、すごい可愛かったんで思わず体が勝手に反応しちゃったんですけど美味しいお好み焼きをごちそうして口説きたいと思ってるんだけど、 LINE だけダメですかね。この前までキャバ嬢。ほら今彼氏いんの？いないです。本当に付き合ってよ。いや、本当本当にタイプで。いや、本当です。見た目は大人、頭脳は子供、でもあそこだけは立派な大人、積極的でございます。さあ本日なんですけども、今日は10月の5日の月曜日なんですけど、新幹線で帰るまでに約1時間ぐらい時間があるんで、前回仙台でやった時間制限を決めた積極的リアルナンパチャレンジということでやっていきたいと思います。で、おそらく30分ないし1時間ぐらい、もうカメラをノンストップで回して、果たして、関西女子を歓迎できるのか、ちょっとやっていきたいと思います。それではナンバーで積極的、じゃあやっていきましょう。こっからアウトカメラにして撮っていくんで、ちょっと画角が変になるかもしれないんで、よろしくお願いします。よし。あ、すいません、すいません、お嬢さん、すいません、お嬢さん、すいません、東京からなんですけど。あ、すいません、お嬢さん、ねえねえ、なんかね、昨日スカウトたちがね、昨日俺が行ったジスのね、ナンバーヒップスのとこに結構立ってたんで、あの辺が狙い目なのかもな。はい、あの辺多分狙い目なんだよ。俺もこの間何組か声かけたから。ちょっと手ぶれ補正加えましたんで、一回画面変わります。今から改めてノンストップで行きましょう。ちょっと手だと揺れるんで、今日ちょうど寒いんで腕組みしてるんで、その腕組みしてるところにこうスマホを乗せる感じかな。ここね、ナンバーヒップスで、ここが昨日行ったジスですね。4階のね、ジス。はい、全く無意味な、本当に。あ、すいません、すいません、本当ね、時間の無駄でしたね。まあ、結果論ですけど。さあ、こっちに行って南海難波駅の方行ってみますか。このちょうど御堂筋線の改札出たところに、結構前来た時もスカウトいたから、多分そこが現場なんだろうな。そこが多分繁華街に行く女子たちが通る通り道なんだよ。新宿でいうさ、東口の地下の改札のとこと一緒だよね、あるし。あ、すいません、すいません、東京から来てるんですけど、はい、あ、もう仕事中ですよね。もしあのちょっと待ち合わせがあるんで。いや、すごい綺麗だったんで、すごいタイプだったんで、あの土手焼き汚れたかったんですけど、今度僕また来るんで、その時デートとかダメですかね。ありがとうございます。どうぞ。あれ、ピエン系じゃん。あ、すいません、東京から来たんですけども、お嬢様、ちょっと、あ、チャリのお姉さん、すいません、すいません、はい、これ南海難波駅ね。はい、はい、栄えてますね、かっこいい。すいません、東京から来たんですけど、急ぎですか。あの、タイプなんで LINE だけダメですかね。すいません、すいません、お嬢さん、なんか一人で佇んでる。あ、すいません、すいません、東京から来たんですけど、お嬢さん、すいません、さっき重帝っていう老舗の洋食屋さんでハンバーグ 1.5 倍 270g 食ったから、めちゃくちゃお腹いっぱいなのよ。美味しかった。食べログ 3.7 だからめっちゃ美味しいよ。なんであんなもっさいのとあんな可愛いのが出てんだよ、本当に世の中不条理だよね、つくづく。あ、すいません、すいません、東京から来たんですけど、待ち合わせですか。あら、いや、可愛かったんで一目惚れしちゃったんですよ。今度東京から遊びに来た時に美味しいたこ焼きごちそうしようと思ったんですけど、 LINE だけダメですかね。ごめんなさい、私行かれて。あら、 OK、 ありがとう。
あの幸せに。ありがとうございます。すみません。とってもいい子でしたね。いまいちだな。一回これぐるっと回って恵比寿橋のとこまで行ってダメならもう地下街行くわ。これはリアルタイムの散策ライブじゃなくてね、録画の散策ライブだよ。これ人いね、パッとしね。これもう全然声かける対象がいない。マジパッとしねえやこれ。まだ夕方の6時40分ですかね。やっぱ駅だなって分かったことだけど、駅地下だこれ。ここのあのお好み焼きの蜜のが並んでないこと自体すごい不思議ですね。ここ普段めっちゃ行列なんだよな。ここ、うん、全然人いね。すいません、東京から来たんですけど。お嬢さん、ねえねえ、もしもし。すいません、お嬢さんこんばんは。ねえねえ、すいません、あの東京から来たんですけど、お仕事ですかこれから。いや、すごいお綺麗なんで今日もう帰っちゃうんですけど、次回来た時にあの全力で串カツで口説きたいんで LINE だけダメですかね。お友達から地下降りるか。すいません、東京から来たんですけど急ぎですか。すごいお綺麗だったんで僕も今日帰っちゃうんですけど、次回また近々来るんで、その時をね、お姉さんに串カツたらふく食べさせて口説きたいんで LINE だけダメですかね。ダメですか。すいません、こんばんは、東京から来たんですけど、東京から来たんですけど、はい、仕事ですよね。あ、違います、今友達に会いに行こう。すごい可愛かったんで思わず体が勝手に反応しちゃったんですけど今日帰っちゃうんだけど近々また来るんで、はい、その時にお姉さんに美味しいお好み焼きをご馳走して口説きたいと思ってるんだけど LINE だけダメですかね。お友達だけ。いいですよ。やったやばい、声が。何やってる人なのちなみに。いや、今は別に何もやってないです。あれでしょ、夜でしょ。いや、この前までキャバ嬢ほらあ、やめました。なんでやめちゃったの。いや、もう普通にコロナあって。おいくつなのよ。18歳。俺も二十歳俺もほら、こういう顔してるんだけど二十歳。そうですね、冗談は冗談は冗談は。今彼氏いんの。いないですよ。本当に付き合ってよ。早い早い。ひろきって言います。ひろき君、はい、すいません忙しいとこ。あの近々また来るんで連絡します。はい、わかりました。すいません、お邪魔しちゃって。ごめんなさい、ありがとうございます。すいません。おい、超かわいい。マジで細。あれ？何？さっきね、前回の8月の大阪で会いました。で、その後の歌舞伎町のとこで、ゲレンデに乗ったまま声をかけてみたで、偶然会って、また大阪だよっていうね。3度も偶然があったんで、思わずびっくりしてカメラ止めちゃったのよ。もう普通に言ったら結婚レベルだな、これね。あ、すいません。東京から来たんですけど、待ち合わせですよね。いや、可愛かったんで今度来た時に串カツいっぱいご馳走したかったんですけど、 LINE だけダメですかね。お友達から、フレンズから。あ、そうすか。僕彼氏がいるからですかね。あれでした、すいません、ありがとうございます。すいません、お嬢さんこんばんは。あ、すいません、すいません、あの東京から来たんですけど今日帰っちゃうんですよ。僕今日東京から来てて今日帰っちゃうんですけど、次回来た時お姉さん僕すごいタイプで、あの、いや本当にタイプで、串カツをたらふく食べさせて全力で口説きたいんですけど LINE だけいいですかね。マジで嘘ですか。いや本当です、本当です。僕お姉さんみたいなゆる巻きヘア本当ゆる巻きヘアでこうなんか歩く太陽みたいな感じな人がすごい好きで。どこ行くんですか今から。ちょっとご飯食べに行く。あ、男だな。違います。焼き餅焼かせないでくれる今何おいくつなんですか。失礼ですけど。思ってるより言ってると思います。え、僕の方が多分もっと言ってますよ。僕結構おじさんだからだから僕とはその恋愛とかじゃなくて介護だと思ってくれればいい。介護、うん。結婚してます。してないよね。あ、してないしてないですよ。彼氏いんの。いや、全然いてもいいんだよ。いけないです。あ、じゃあ僕チャンスじゃん。遠距離大丈夫。大丈夫大丈夫なの。適当なこと LINE だけいいですかね、せっかくなんで。